どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ今日やっていくのはこちらということで、徳川綱吉ということですね。はい、徳川綱吉さんですね、まあ、どういった人々をやったのかって、堀田正義さんが亡くなって、柳沢義康さんですね。はい、蕎麦用人ということになります。はい、蕎麦用人ということですね。まあ、ああで今までなかった役職のやつ出てきたじゃねえかみたいな感じになるんですけど、まあ、平たく言うと、まあ、徳川綱吉の秘書みたいなもんです。はい、蕎麦用人、柳沢義康っていうのと、まあ、一緒に、まあ、何を要するに励んでいったかということですね。もうまず要するに学問をしっかりとやりましょうねっていうことですね。まあ、あとは神社とかお寺とかをちゃんと作って、まあ、要するにまあ世の中全体をまあ平和にしていきましょうねみたいな感じの政策ですね。はい、ということで、そば用に柳沢義康だ、今まで武力武力武力で言ってたのをどうにかしてこう学問とか、頭を鍛えましょうねとか、要するに、モラルやちゃんとしましょうねっていう風な形でやってると、いうことになってくるので、この学問や社寺造営にどんどん力を入れていくということになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。